はい、どうしくです。ジョンです。トトロです。今日の企画は、頼れる女子はモテる男の大好きな頼り方、甘えられ方、20! 長い長い長い。すごいな。言い切った。長い長い。めちゃめちゃ考えた。言った。はい。まあまあまあ、今までも何回も結構言ってることですけど、はい。はい、あのね、男にこう、頼りなさいとか、甘えなさいとか言ってるけど、はい。いざどうやったら、どうやってやったらいいんですかっていう、ね、はい、声もいただいてるんで。具体をよこせとな。具体を。はい、頼れっていうのは分かったと、うんうん、みんな言ってますもんね、うん、頼れって言ってたから、うん、そうやね、キレ悪いな、同じこと言ってんねなんで、まあ、具体的なやつを今から出していきたいと思います、はい、それじゃあ出していきましょう。はい、はいはい、まず小手調べからいきましょう。はい、数トライ後の開けて数トライ、数トライが何回か試してからね。そうそうそう、あ、もうこんなん一発でさ、はいはいはい、開けてって言われてさ、やっぱ疑心暗鬼やからさ、うん、キュッキュッキュッってやってなっなっ開けて、あ、なるほどなるほど、このサンナが大事大事なんだ、そうそうそう、サンナなっていうのがあるかないかでこっちの胸キュン度は、あの、なー1回でキュン20マシやから、あ、足されてくるんだ、 それが可愛いもんな。そうそう、男のキュンボルテージがなっでしょ、マックスの時に、あ、こいつ今キュン溜まってってんなーからの開けてキュン来るから、ポケモンの怒ると一緒に徐々に強くなってくるよ男の顔も緩んでいくから、確かにあれかわいい、開けられへんなーっていうのが、俺あれも好きかも、あの一切トライせずに、うん、開けてって上から目線な感じ、お嬢さん開けて、ね、そう開けて、あ、なるほどね、はいはいはい、ちょっとツッコミらしいな、うん、おいおいおい開けさせていただきますやめたくなる、なるほどなるほど、そうキャラによってはそういうのもある、キャラによってはそうそうそう、はいはい、ジョン、定番ですよ、うん、他の人には話しづらくて話だけでも聞いてもらえますか、あー、後輩、後輩とかまあまあ、話聞いてもらえるようにすれば同期でもいいし、はい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 、やっぱここのね、前提スペシャルか、枕言葉がいいです、そう、ほんまそう、これをつけるだけで一気に頼り力が上がるから、はい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 、確かにね、うん、それはぜひ、これもうみんなに言えばいいんだから、そう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 みんなにそうなすんだけどこの枕言葉をつけるだけでギュンだから、いや間違いないです、確かに沖縄騙されるわ、そうそうそう、あ、じゃあ他のやつに言わんとくなって男はなるんだからはい、はい、あの、え、家まで送ってくれるありがとうって、あー、なんて言うの、はいはいはい、あー、いいよ、わかる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 よ、こっち何も言ってないやんけ、まあ、送るけどみたいな、はい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 、送るけどな、送るけどやこのさも当然かのように、もう事前に先に言って、あ、ありがとうみたいな、はいはいはい、このキャラによるけどな、これキャラにはよるな、めちゃいい、めちゃめちゃいい、これいいよな、うん、ちょっと上からな感じ、いいわ、喋らんかったのに急にこれだけ言ったら、うん、やべえやつってノリじゃないですかね、会話してた後にこれ来たら、もちろんそう、関係性が出来上がってからしか使わん方がいいけど、こういうこと言わなさそうなっていうのがいいよ、あ、そう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 、普段からこうね、男にやられることに慣れてます私、ここが言うとあんま効果的じゃない、確かに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 、いいね、これいいよな、はいはいはい、ちょっと同じシリーズですけど、届かないと見せつけての届くっていうやつ。どういうこと？どういうこと？精神上女子にしかできないあの技があるじゃないですか。届くって質問だよな。な、あ、な、出てきた。な、俺溜めてるやん。の届くっていうやつ。いやいや、届くよ、そりゃ男やもん。あ、なるほど。けど、届かんのめっちゃ可愛いよな。あ、そうなんよ、もうなんかさ、もう俺は同棲したことないけど、うん、朝起きて、うん、リビングの扉をガチャッと開けたら、うん、もうこうあってほしいジャム、ジャムがジャムがジャムがトレングでつま先立ちみたいな姿であってほしい誰が置いたってなるけどそこにジャムを確かになんでそこ置いてんねんなんかここにあってさ、うん、みたいな何してんのって言いたい。だけど意図した演出でも可愛いよな。可愛いよ。一回トライやっぱしてほしいな。そう、だからもう諦めて座ってたとしても、俺が起きてガチャって音したらもう一回トライしてほしい。それまではもうあいつが起きてくるまで待とうってこういう状態だとしても、ガチャってしたらもうこうやってなって言っといて示してたから。めっちゃ嫌そうやわそれ。めちゃめちゃ嫌そうやな。
なんか一日ちょっと男として今日が始まるみたいな。なーから始めたよ。毎日。なーから始めたよ。毎日な。はい。まあこれまあ普通だけど、あの私計算苦手なのっていう。ああ。なんかあの仕事、例えばこれ上司がやったらなおよくて、はいはいはい、しっかりしてる。ああ、なるほどね。実は私計算だけちょっと。ああ、めっちゃめっちゃ。めっちゃいい。で、営業ノルマの計算できないみたいな感じで頼ってくる。あ、それめっちゃいいな。だ意外とこう苦手な部分とかをこうさらけ出してこられた時に結構なんか助けたくなるって。ああ、いいかも。すっげえいいわ。いいよな、うん、上司はいいわ。そう、上司のおっちょこちょいのとこ。そう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 、お姉さんの可愛いところ、猫。なんか最初これパンって見た時に、うん、もうこの間の後輩を思い出して、うん、あの、ちょっと計算がって言ってたのを思い出して、うん、いやお前それぐらいちゃんとせえと思った。いやいや厳しいな。いやまだもうそこは弱音上げるフェーズじゃない。そこは努力値で重ねなあかんと思ってめっちゃ真面目に思ってたから、うん、上司っていうのって、うん、いやそうそう、ギャップがあれば直しっていう、はい、他のとこできてるわけやんね、上司っていうのは。そう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 、素晴らしい、うん、はい、おいぞおい。あの2人でご飯に行きまして、はい、僕側にちょっとこれ食べてほしいっていう時の頼り方なんですけど、うんうん、頼みすぎちゃった。あー、かわいいわ。かわいい。基本飯残すやつ俺マジで嫌いなんですよ、はいはいはい、ただ、うん、そのもうはしゃいではしゃいで美味しそうすぎて、ね、バイキングとかね、うわもうこれもこれもみたいな、でもうなんか食べてて必死で全部行こうとしてんねんけど、うんうんうん、っていうあの本当にもう絶対残したくないし、この年でバイキング取りすぎるなんて、そんな失態を己は犯してしもうたみたいな、もう恥ずかしくなったな。そうそうそうっていうやつめちゃ好き。わかるわかる、かわいいわ。なんかあの女の子の申し訳なさそうに下見てる顔かわいい。あ、かわいいかわいい。もう食べれめっちゃ可愛いよな。3歳時間あるもんな。わかるわかる。はしゃいでもうたっていうのはな。そう、いいよな。ギャップがあればあるほど可愛いから。それ可愛いわ、うん、はい、大丈夫。仲いい会社の後輩とかなんですけど、うん、あれもしかして飲みに来てくなってませんか。ああ、そういうやつ、ね、いいね、うん、上から系ね、はい、そうそう、飲みたそうな顔してますね。とかやって飲み会に誘われ待ちするっていう。あ、こういうのもういいよ、じゃあ行くよっつって。そうやんな、行きやすくなるし、ね、だから行ってくれるんや、ありがとうみたいな。あ、そう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 、さっきのパターンやろ。あ、そう、それな。それのちょっと上から目線パンで来るのが意外といいのよっていう。あ、後輩だろうが。そんな、わ、なんか俺それが来るまで会社辞めんかったよかったな。もう一回再食しとく。なあ、ちょっと俺これ欲しいがために後輩的に遅かったからさ。もうちょいいればよかった。確かにな。あれはそろそろ何々行きたい頃でしょとかまで言ったら何回も行きたいかった。確かに確かに。行きつけの店とかできるんじゃない。そうそうそう、そろそろ朝この芋焼酎飲みたい頃じゃないですか。そうこの麻婆食べました、めっちゃうまいですよ。やばい、後輩が。うわー、めっちゃいいやん。行きたい、後輩熱っ。行きたい行きたい。後輩ってええな、やっぱ後輩はええのよな。欲しいわ。なんか癒されるのよ。後輩がちょっと偉そうなだけで。やばい。はいはい、ジョン。俺これゆえで女の子めちゃくちゃ好き。おうおう、大丈夫じゃないかも。おおおおお、いいわ。あ、大丈夫って言って、うん、そういうことか。そう、大丈夫、いいです。大丈夫じゃないかもってことね。で、あー、ええな。あの、本当はダメな状態じゃなくて、大丈夫じゃないかもしれん。で、どうしたと。あー、そう、俺がおるぞとなれるから。いい、正直やもんな。正直だし、いい、ええわ。なんか助けも求めてるわけや。あ、これ言える女の子めっちゃ強いと思う。あ、確かに確かに。そこの点点点もいいわやろ。それがあるのとないのとじゃもう可愛さが全然違いますから。やろ、これなかったら広島 GG で。大丈夫じゃなくす必要ないとか。ほんまにないかも言ってほしいね。いやそれええわ。いいやろ。結構ね、一番頑張った答えです。なるほどね。うん、僕は死にませんの時代じゃねえからな。大事よ。いやほんまに甘えていいんやでってなるもんな。そう、それ聞くと、そこまでこれをちゃんと言ってくれたら味方になれるよね。大丈夫って切られたらなんか俺は味方にもなれないんだなってちょっと拗ねちゃうしね、男も。はいはい、あの、ワンピースのアーロン編の波の数送られてくるんで。助けてって。ぐじゅぐじゅです。
振り向いて当たり前だーって確かにおもろいわ。いいわいいわいいわ。何があった何があったってあるの。めちゃめちゃいいわ。めっちゃいい。そう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 。良すぎて、もう彼氏との電話追蔵1ヶ月半しておりませんみたいなやつもこれで電話かかってる。何があったって。いやほんまにそう。何年どれだけの倦怠期も乗り越えるこれは。めっちゃいいわそれ。こういうちょっとねボケとかをかわしながらやってくれたらいいわ。なんか必死で書いてた思ってなんかジョンが喋ってる間チラってここ横見たらなんか絵描いとんだみたいな。今まで見たことないサイズで絵描いとんフルでいったもんね。収まらなかったね。1コマしたもんね。はい、ありがとうございます。相談したい時の、うん、ペンが弾けた。はい、ありがとうございます。相談したい時の枕言葉編なんですけど、ガチで言ってほしいんやけどっていう枕言葉。ああ、なるほどなるほどね。となるほど。いろいろこうさ、聞いてほしいのか、言ってほしいのか、男はやっぱ悩むけど。確かに確かに。ちょっとこれはマジで本当ガチで言ってほしいんやけどっていう枕言葉がつくと、こっちもスタンスパキッとなのよ。だから、おお、もうガチで言ってんやった、ガチで言うわっていう。まあ、頭ガーッ回るから、うん、これはいい。ガチで言ってほしい時だけって、ね、そう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 じゃないのにこれつけて、本当は言ってほしくなかったわ。それはやめてほしい。最悪の展開になるからこっちアホやからガチでって言われたらもうちょっとこうなるから。わかるわかる。男はな傷つける覚悟でいくもんな。俺の人生総動員で最適解を出すぞってなる。28年のメソッド話だけ聞いてほしいけど、あ、そうかそうかやもんな。あ、そうそうガチでやもんな。これをつけてくれるとね、ありがたいし、まあこっちもアドバイスしやすいし。確かに。はい、はい、じゃん。これも会社の可愛い後輩ちゃんですね。うん、美味しくて汚い店連れてってくださいよ。美味しい店連れてってくださいよはちょっとロマンなんよ。はい、めっちゃいいやつ。美味しくて汚い店連れてってくださいよ。まあもうユーモアもありながらリーズナブルの焼き鳥とかでもええねやと繋がる。確かに。それめっちゃいいな。じゃあめっちゃ連れてきやすいやんってなる。確かに確かに確かに。俺のリーズナブル界のトップ出すもんな。そう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 。最強のコスパはここなんですみたいな店を出せるっていう。なるほどね。ぜひこれは先輩なり。これあるだけで全然違うな。全然違うやろ。美味しい店連れてってくださいよ。ちょっと気がない。素晴らしいわそれ。これはいいんすよ。たまに出るぶっ刺さり。ちゃんと学んで帰る。たまに来るよな。はい、はい、そうだろ。あの男が好きな枕言葉シリーズいろいろとありまして、ちょっと人生悩んでんねんけどさ、ほう、枕言葉ね。俺だけか知らんけど、俺人生って言葉好きなの。そうだ、夢みたいな。そうそうそう、人生なんや。わかるよ、夢について悩んでましたけど、私ちょっとさ、こんなこと言うのもなんだけどさ、人生ちょっと迷ってんだよね。人生はそら大事や。なるほどね、なるほどね。なんか人生単位で委ねてくれるんや。なれへんね。そんな大事を話すやつ。そう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 、考えずになるよね。男でも人生の話はそこまでせんから。あ、確かにな。しょうもないんだけどさじゃなくて、ちょっと人生って入っただけでちょっと大きいことおおおってなるもんね。同じ。そうだね、人生はね、いいよ。確かに掴み大事。だから単純に就活の相談っていうより人生って言った方が。確かに確かに。就活は人生だ。そうやな、そうやな。人生は企業やから。そうだよ。間違えたかのか、ちょっと人生悩んでんねんけどさ、最近食べ過ぎちゃって。は違う、よくないな。よくない、よくない。人生ダメんなってなるから。確かにそれよくないねんけど、ガチの相談をしたい時とかは俺は人生っていうワードがいいんじゃないかなと思っております。それいいね。この枕言葉もいいっすよ。はい、あの、丸々くんおしゃれだから一緒に服選んでほしい。わあ、いいね。褒めて頼るっていう。そんなん言われること長いもん。いいぞ、これいいよな。いいぞ、褒め頼り。ええやんな。これ俺もないよ。だからでもこれめっちゃいいなっていう。いいね。俺言ったよ、お前に。だいぶ言ってくれたやろ。あ、そうそう、俺お前みたいにおしゃれわからんからさ、服買うのついについてきてくれや。人生も結構悩んでたし。大悩みじゃないか。こいつには頼ってきてるから。はい、
はい、そうだろ。まあ家に虫が出た時ですよね、うん、これだけはほんま無理やからお願いってやつ。ああ、かわいいわ、かわいいよね。でも私も大抵のことじゃ驚かないからみたいな、女子がピピュってこうムカデ出ただけにこれだけはほんま無理やってあるな、あるな、あの可愛い瞬間。あれだけなんかもう吹きこぼれても、やばい吹きこぼれてるわ、相手カチッと止めてた女が、これだけはっていう瞬間ね。可愛いな、あれ。可愛いわ。めちゃめちゃ可愛いから。可愛い可愛い。やったそういうの実際。あるある。おお。妄想じゃなかったね。妄想じゃ。おお。珍しい。まあこう見えてあれやから、あのゴキブリ家で産んだことがある男やから。どういうことやってた。大学時代ね、うん、インドから帰ってきたらゴキブリが生まれてまして、えぐい量見たから、うん、俺得意なんですよ、ゴキブリだけは。任してください。汚い話しちゃおうた。なよくない、よくない。家でゴキブリ繁殖させた話はよくない。よくないな。最後に。はい、アイジョン、これなんか相手が得意なことがあって、うん、自分もそれやりたい時なんですけど、私も丸々始めてるんですけど、何からしないんですか。あー、いいね、いいね、いいね。得意なことなんて、おじさん言いたいに決まってんだから。まず、このサイト、このお店行って、これとこれ選んでとか、まあ、スケボーでも釣りでも何でもいいと思うから、うんうんうん、相手の好きなものをで、知って攻め込むっていう、これ一個、うんうん、そうやな、確かにこれ出てなかったけど、絶対もう定番のやつや、定番中定番。絶対教えてくれる。だって男の先輩にも俺らもよう使うもんな。使うよね。もう釣りしたいんですけど、うん、ぶっちゃけ何から始めたいですか。ああ、余裕や。海釣り、川釣りみたいな、なんかよくわかんない。なんか語り出すやつ。そう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 、釣り好きなやつ。まあ船やけど、お前はどうせ船持ってへんやろ、一緒に。そうそうそう、男ってそうやり会話しかできねえんだから。ほんまそうやな。相手得意分野を絶対やったら掘り出してちゃんとやるっていう。いいね、いいね。こんなもん永遠に盛り上がるもんね、もう。あとはもう相手の土俵に登ってる時点で相手喋りたいんだから。そう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 。だ、好きな人やったらもう始めたらいいもんな。そう、その人が得意なもん。そう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 。別にハマるぜ。うん、好きな人が好きなもんなら。確かに、多分一緒に行けるんだもの、基本はな。うん、はい、ということで、ね、はい、具体的な頼られ方、甘えられ方でした。いやめっちゃ良かったんじゃないですか、今日。なんか、普通にちゃんと具体的なの出たよね。出た出た出た。こないだな、うん、薄いですって、まさかのコメント逃げしちゃったから。みんな教えてくださいこれたちは。そうそう、近畿のコメント逃げに手を出してしまったから。今日はしっかりやったね。確かに確かに。でもそれだけやっぱ頼られたり甘えられたりするの好きってことやね。そうだよね、めっちゃ出てきたから。うわーってなったもんね、出てくるために。ちょっとね、これまた反動よかったら第2弾も考えてるんで、はい、皆さん、ぜひ参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。